いい。これ。こんにちは、イヤホンヘッドホン専門店イーイヤホンの浜ちゃんです。本日のご紹介は、シュア初の完全ワイヤレスイヤホンエオニックフリーのご紹介です。エオニックフリーの発売日はですね、12月の3日、価格は 25,960 円。シュアといえばですね、長年にわたってミュージシャンに愛され続け、そしてミュージシャンを支え続けた、知らん人はいないだろうっていうぐらいのね、超有名なブランドでございます。僕もマイクはシュアを使ってます。そんなシュアからですね、完全ワイヤレスイヤホン初ですね、とても気になります。発売はですね、12月とちょっと先なんですけども、一足お先に実物を開封してレビューをしていきたいと思います。それがこちら、タダーン。はい、丸いパッケージですね。最近のシュアの製品のパッケージ丸いですね。はい、こんな感じです。シュアのロゴが、ケースの上面に入ってますね。中身こんな感じ。はい、これね、カラーですね、グラファイトグレーって言うんですけどね、かっこいいね普通にかっこいいね。俺にとってはもうポルシェよ。はい、取り出しました。結構ね、こう見ると大きいっちゃ大きいんですよ。本体を、確認してみましょうか。まずはこの、アンテナ部分とイヤホン部分に大きく分かれてるようなデザインに見えますね。そして先端イヤーピースですね。これなんですけど、僕らの知ってるシュアの、イヤチップ弾丸じゃないんですよ。一目で分かった弾丸じゃないと。はい、なんと付属するのはこちら、低反発イヤーピースのですね、こちらも超有名ブランド、コンプライです。ここ最近バージョンアップした表面がつるっとしたモデルのコンプライですね。これが SML の3サイズ付属します。ちょっとですね、一昔前のものと比べると戻りが早いんですよね。かなりいい感じですね。シュアも有名、コンプライも有名なんでね、ちょっとなんかこうパワーが合わさり合ったような夢のコラボレーションっていう感じのイメージがあります。そして付属品としましては、充電用の USB の C、 中身としてはそんなもんです。結構シンプルな中身かなというふうに思います。早速装着をしていこうと思います。はい、装着してみました。こんな感じです。結構外にこうつけてますって感じがしますね。外側の部分にアンテナ部分を出してるんで、左右の接続、こういう部分っていうのが途切れにくいっていう風なメリットもありますし、アンプ部とその通信のチップのその物理的に距離を取ってるっていうところがあるので、その音質に対してその悪影響が少ない、つまりは音質がいいっていうことにつながってるんですね。シュアのイヤホンの特徴的な部分なんですけど、この音道管の細さですね。この音道管の細い部分に潰れ白の結構厚いイヤホンがついてくると。でそういう組み合わせをすることで、装着感、フィット感っていうのも高まりますし、低反発の素材のイヤピースを組み合わせることで遮音性っていうのも高めることができると。構造で得してる部分はありますよね。そしてですね、遮音性は、高いんですけど、外音の取り込みの機能がついています。例えばですけど、僕多分ね、これ外音取り込み機能をオフにしてたらちょっと喋りづらいんですよ。実はさっきからずっと外音取り込みをオンにしてるんで、耳が、塞がっていても喋りやすい環境っていうのが作れているんですね。操作の部分なんですが、タッチとかじゃなくて、イヤホンの上部分についてます、ボタンですね。ここで操作します。物理ボタンです。カチカチいう感じですね。ボタンを押す方向っていうのが、この耳を押す方向じゃなくて、イヤホン部分を挟むような方向で押せるので、装着感とかに影響を与えることなく自然に操作することができます。さらにですね、この物理ボタンっていうのの機能というか、あとワンクリック、ツークリック、スリークリックの機能の割り当てっていうのもアプリケーションでカスタムが可能です。音質期待したいと思います。聞いていきましょう。はい、はい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 。今さらっとやりましたけど、ポーズプラスっていう機能もついておりまして、音楽を停止すると自動で、外音取り込みの機能をオンにするっていう、ポーズプラスっていう機能も、ついております。音楽を聴くとき、外の音を聴くときっていう、その切り替えがね、スムーズにできる、機能が備わってますね。これイヤホン部分にはですね、ダイナミックドライバーが搭載されておりまして、アンプの部分、そのイヤホンの音をエナジー的にね、送っていく部分のアンプの部分なんですけど、この部分シュアの独自の開発が
されておりますアンプでして、非常にやっぱりねその辺のこだわりが強いので音の質っていうのはとてもいいように感じます。もともとのその音の傾向としてはそのフラットなイメージで、ナチュラルな音質に近いかなというふうに思います。かなり密閉してるんですけど、フラットな印象があるっていうことは、かなりそのこのイヤホンをフラットにするっていうそのバランス感覚みたいなものっていうのはしっかり備わってるんかなと思いますね。そしてですね、もともとがフラットな感じの音の印象なんですけど、やっぱりですね手話といったらアプリケーションですね。専用のアプリケーションで、ハードウェア EQ、ハードウェアエコライザーですね、が、使えますので、すごいその音の幅広いんですよ。これがめっちゃええですね。極端なこと言ったら、そのドンシャリ的なサウンドのイメージでも、ボーカル重視的なサウンドのイメージでも、かなり変更が効くんですよ。変更幅がすごく広くて、20Hz から 20kHz まで周波数帯カバーしてまして、ゲインもプラス 10dB、マイナス 10dB とカバーしていて、そして帯域幅ですね、もそこも触れるんです。かなりですね、マニアックなご要望にも応えできる準備がされてるって感じですよね。でちょっと EQ 難しいんですけど、これやっぱね一粒でも何個の音も出せるんで、ちょっと EQ の話もしようと思います。僕がその音楽をいじったりとか音触ったりとかってするときは、ざっくり言うと、まあ、低域に関しては 100Hz 前後ですかね。でその例えばそのバスドラ持ち上げようっていう風に思ったりとかすると 80Hz あたりとかをちょびっと持ち上げたりとかですね、まあそんな感じに触るんですけど、ボーカルの音をすっきりさせたいな、ボーカルの収録音とかをすっきりさせたいなっていう時とかには、まあ、100以下を全部カットしちゃったり、場合によっては 1K とか 3K とかのあたりをちょっと持ち上げたりっていうこともしたりとか、でその 10K 以上の、あたりまで来ると、まあ、その結構キーンってくるようなハイの部分であったりとか、そのハイの質感を決める部分であったりとか、ちょっとハイファイな感じっていうのを思わせるのに結構重要な部分がその 10K 前後、 10K より上なんかなっていうふうに思います。まあ、もちろんですね、そもそもプリセットっていうのも用意されているので、それでも十分ですね一つのイヤホンでいくつもの表情を楽しめたりするんですけど、ここはですねちょっとマニュアルでですねちょっといろいろ EQ が作れるっていうところがありますので、ちょっと作ってみようと思います。まずですねご紹介するのはですねこちら、ラジオトークっていうねプリセットを作ってみました。ラジオトークはですねイヤホンの、音声コンテンツイーラジのですねたっくんの、配信を参考に調整してみました。ラジオのトークを聞こうっていうプリセットなんで、低音の部分っていうのは会話にはそんなにいらないんで、もうがっつり削りました。声の部分、特にそのたっくんの、声の部分のあたりどの辺かなって思いましたんで、僕は650前後かなって思ったんで、その部分をこの分かりやすくピンと、引き上げてみました。ミックス前のボーカルトラックみたいなイメージでちょっと露骨ですけど引き上げてみました。で肺の帯域は少し削ってスッっていう音ですね、ノイズみたいなものをちょっとカットしに行くっていう風なイメージです。続きましてはこちら、はい、ボンボンというね、プリセットを作ってみました。ボンボンはですねこれも結構遊びですね、分かりやすく遊んだ感じなんですけど、これはですねピットブルさんのボンボンっていう楽曲ですねをイメージした、このウーハー大好き、低音大好きみたいな感じのですね、EQ のイメージです。200以下ぐらいはもう全部上げるみたいな感じの、線にして、よりその楽曲部分というかそのサウンド部分をバチンと上げたかったんで、逆にそのボーカルトラックでこの辺が必要そうかなっていう高い部分っていうのをバーッと下げてます。だから2500とか2000前後みたいなところをガッと思い切って下げることでクラブなりというかそういうのをちょっとイメージして作ってみました。全然バランス良くないと思います。はい、そして、最後にですねこちら、はい、低音ブーストくんというプリセットを作ってみました。これはちょっと真面目に作りました。EQ ってブーストブーストっていう風な感じでもないんですよね。あんまり露骨にするとなんかそのわけわかんなくなっちゃうんで、こうちょい足しぐらいが個人的にはおすすめではございます。でこの低音ブーストくんなんですけど、100以下ですね、100以下の部分をちょっと持ち上げて、低音は持ち上げるんですけど、これだけやとやっぱりその老感だけが前に出てくるんで、ちょっとやっぱりボーカルの高い部分っていうのはクリアに残しておきたいっていう趣旨があったので、3000あたりですね、3000あたりをちょっと山作ってボーカル残しとくみたいなイメージで作ってみました。これは結構
いい感じなんちゃうかなっていうふうに思います。参考にしたのはですね、エド・シーランさんのシェイプ・オブ・ユーですね。シェイプ・オブ・ユーがこうクールに聞けそうな感じのイメージっていうのをちょっとしてみました。ご参考になりましたら幸いです。結構ですね、 EQ を触ることによってこのフラットなイメージのエオニックフリーっていうのがヤマトナデシコ七変化みたいな感じで表情を見せてくれるんですよね。もともとのこのシュアのイヤホンのいい音、シュアのそのアンプの回路ですとか音を良くするためにしてる努力っていうのが、実を結んでいるんじゃないかなっていうふうに思います。このイヤホンにはそのマイクも搭載されておりますので、ビデオ会議やお電話にもお使いいただけます。はい、こんにちは、イヤホンヘッドホン専門店イヤホンの浜ちゃんです。シュアの、トゥルーワイヤレスイヤホンエオニックフリーのマイクの音声を収音しています。今ここはですね、イヤホンの、ビルの非常階段です。屋外ですね。なので、その辺に通ってる車の音であるとか、風の音であるとか、街の騒音ですねが入ってる状態です。こういう状態でも、通話が綺麗にできるのか、マイクの性能っていうのを録音して聞き比べてみたいと思います。イヤホンのマイクの音と iPhone の、マイクで撮った音、これを交互に聞いて聞き比べてみてください。はい、こちらでスペックのご紹介です。まずですね、ワイヤレスの製品でございます。連続駆動時間は最大約7時間、15分の充電で約1時間の使用が可能です。なんですけど、90分の充電で0から 100% に充電できるっていうことですかね。フル充電まで結構スピーディーにできるバッテリーですね。結構充電し忘れちゃってもすぐに充電して使えるのかなって感じですね。対応コーデックはAptX と SBC と AAC、 ここは結構基本的なとこですね。はい、まとめです。いや結構ね、さっきからずっとつけてるんですけど安定感ありますよね。慣れ親しんだこのシュアのそのインイヤーモニターの形っていうのが、一つはその自分に安心感を与えてるのかなっていうのもあるんですけど、シュアなんでやっぱ安定の高音質って感じはしましたね。アンプであったりとか通信の回路であったりとかっていうのに裏付けされた、音質の良さっていうところは良かったんじゃないかなと思います。そしてそもそもそういったその努力でその音がいいので、アプリケーションですね、ハードウェア EQ との組み合わせっていうので、この一粒のイヤホンで何度も美味しいっていうところが、いやなんかこのマニア心をくすぐるなと思います。もともとのですね、その音道感が細くてイヤピースの部分っていうのが結構こうしっかり分厚く作られておりますんで、高い遮音性と外音取り込みっていうのを切り替えることで、いろんなシーンに対応できるのかなというふうに思います。何よりですね、シュアファンのお客様にはもうぜひ一度でもいいんで触れてほしいなって思います。もうね、かっこいいんですよ。かっこいい。本日ご紹介したのはシュア初の完全ワイヤレスイヤホンエオニックフリーのご紹介でした。発売は12月の3日、お値段は 25,960 円。ぜひご検討くださいませ。イヤホンのチャンネルではチャンネル登録者10万人を目指しております。ぜひ動画へのいいね、チャンネルへの登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。イヤホンヘッドホン専門店イーイヤホンの公式ラジオ番組、イーイヤホンラジオ、略してイーラジ、平日朝6時からボイシーにて配信中。